システム開発技術とソフトウェア保守。おはようございます、マサルです。今回からシステム開発技術の分野を勉強していきます。それでは始めましょう。令和元年問い45、会計システムの開発を受諾した会社が顧客と打ち合わせを行って、必要な決算書の種類や会計データの確定から決算書類の出力までの処理時間の目標値を明確にした。この作業を実施するのに適切な工程はどれか。あ、システムテスト。い、システム要件定義。う、ソフトウェア詳細設計。え、ソフトウェア方式設計。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、い、システム要件定義が正解です。それでは解説していきます。まずシステム開発とは、何らかのサービスを提供するサービスを開発することを言います。例えば図書館の貸し出し管理を行うサイトを作るなどがシステム開発にあたります。システム開発はシステムの規模やシステムに関わる人によって認識にズレが出てきてしまうことがあります。そこで認識のズレが出ないように SLCP ソフトウェアライフサイクルプロセスを用いて認識のズレが起きないようにします。工程は企画、要件定義、開発、運用、保守という流れで規定されています。それぞれどのような工程なのか確認していきましょう。まずは企画です。企画とは目標を達成する必要な要件を集めて計画を立てる工程のことを言います。企画段階では経営者とシステムの開発を行う情報システム部が登場人物として出てくることが多いです。企画ではシステム化構想の立案、システム化計画の立案、2つの立案を行います。システム化構想の立案とは、経営上のニーズと課題を管理してどのようなシステムが必要かを考えます。システム化計画の立案ではシステム投入のスケジュールを立てたり費用を算出したりします。次は要件定義です。要件定義ではユーザーのニーズを知る工程です。ユーザーとはシステムを利用する人です。企画で立案したシステムに必要な要件を決めていきます。この時の登場人物は情報システム部と実際にシステムを利用するユーザーが出てくることが多いです。次は開発です。開発は実際にシステムを作成することです。この時の登場人物は情報システム部と情報システム部からの依頼を受けてシステムの開発を行う組織や会社であるベンダーがよく出てきます。またベンダーにシステム開発を依頼することを調達と言います。調達するまでには RFI と RFP のやり取りがあります。 RFI はリクエストフォーインフォメーションの略で、情報システム部がベンダーに対して情報提供を依頼する文書のことを言います。 RFI によって情報を取得することで、情報システム部は数あるベンダーの中から依頼したいベンダーを絞ることができます。その後が RFP です。 RFP はリクエストフォープロポーサルの略で、システム部が作りたいシステムを提示して、ベンダーは個別具体的な提案や正式な見積もり金額を知らせます。これらのやり取りを行って調達されていることも覚えておきましょう。次は運用です。運用はシステムへの本番稼働やシステムを安定的に稼働させることのことを言います。最後が保守です。保守では運用後の不具合の対応やソフトウェアのアップデートを行います。ここまで SLCP に沿ってソフトウェア開発の工程を確認してきました。企画、要件定義、開発、運用、保守、それぞれどんなことを行っているのか覚えておきましょう。それでは問題を見直しましょう。会計システムの開発を受諾した会社が顧客と打ち合わせを行って、必要な決算書の種類や会計データの確定から決算書類の出力までの処理時間の目標値を明確にした。この作業を実施するために適切な工程はどれか。正解は E、 システム要件定義です。要件定義とはユーザーのニーズを知って企画で立案したシステムに必要な要件を決めることでしたね。処理時間の目標値を明確にしたという記述からユーザーのニーズを調べていると判断することができます。それでは次の問題です。令和4年問い47、
ソフトウェア保守に関する記述のうち適切なものはどれか。あ、本番環境で運用中のシステムに対してソフトウェアの潜在不良を発見し、障害が発生する前に修正を行うことはソフトウェア保守には含まれない。い、本番環境で運用中のシステムに対してソフトウェアの不具合を修正することがソフトウェア保守であり、仕様変更に伴う修正はソフトウェア保守には含まれない。う、本番環境で運用中のシステムに対して法律改正に伴うソフトウェア修正もソフトウェア保守に含まれる。え、本番環境で運用中のシステムに対する修正だけではなく、納入前のシステム開発期間中に実施した不具合の修正もソフトウェア保守に含まれる。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解は、う、本番環境で運用中のシステムに対して法律改正に伴うソフトウェア修正もソフトウェア保守に含まれる。こちらが適切な記述です。それでは解説していきます。保守とは運用後の不具合の対応やソフトウェアのアップデートを行うことでしたね。もう少し詳しく保守では何をするのか見ていきましょう。保守では稼働中のソフトウェアの不具合を修正する、法律改正に伴いソフトウェアを修正する、運用中のシステムに対しての新しい要件に対応する、ソフトウェアの修正に伴うドキュメントの修正を行う、これらが保守の作業として該当します。正解選択肢は、運用中のシステムに対して法律改正に伴うソフトウェア修正を行っていますので、こちらは保守の作業に含まれます。保守の作業がいまいちイメージしにくいという方は SLCP の流れを思い出してください。企画、要件定義、開発、運用、保守の流れです。保守は運用の後ろにありますよね。よって運用前の工程は保守ではありません。ここに注意してください。ではその他の間違い選択肢を確認していきます。あの選択肢は、運用中のシステムに対しての潜在不良の修正はソフトウェア保守に含まれないとありますが、こちらは保守に含まれるので間違い選択肢です。いの選択肢は、運用中のシステムの仕様変更に伴う修正はソフトウェア保守に含まれないとありますが、こちらも保守に含まれる作業なので間違い選択肢です。えの選択肢は、納入前のシステム開発期間中に実施した不具合の修正もソフトウェア保守に含まれるとありますが、システム開発期間中ということはまだ運用が始まっていません。運用が始まっていないということは保守の作業であることはありえません。よって間違い選択肢です。では問題を見直しましょう。ソフトウェア保守に関する記述のうち適切なものはどれか。正解は、う、本番環境で運用中のシステムに対して法律改正に伴うソフトウェア修正もソフトウェア保守に含まれる。こちらが適切な記述です。それではここでブレイクタイムです。今回の勉強内容を少し掘り下げてみたいと思います。今回は要件定義について一緒に勉強しました。システム開発では要件定義が一番大切と言われています。要件定義とは、開発に入る前にこんなシステムを作りましょうと合意を取ることですね。要件定義が不十分だとトラブルになってしまうことがよくあります。しかし要件定義は本当に難しいものです。要件定義が難しい理由は、誰も完成形を知ることができないからです。例えば家族旅行の計画を例に要件定義をするとして、どんな家族旅行にすればみんなが確実に楽しめる旅行になるかなんてわからないですよね。システム開発の要件定義も同じで、完成形の合意を取るというのは難しく、どうしても抽象的な部分が出てきます。とても難しい要件定義ですが、要件定義は難しいからこそ、要件定義ができる人材は価値があります。要件定義が上手い人は背景を大切にしていると言われます。発注者からこのシステムはこのような動きをしてほしいという話があったとして、開発者はそのまま受け止めるのではなく、どうしてそのような動きをしてほしいのか背景を確認します。そうすることで本当に発注者が求めているシステムを開発できるようになります。なお、発注者に詳しく背景を聞くと疎ましく思われるかもしれないと思って、背景を聞くことを躊躇してしまう方もいらっしゃいますが、もし聞くことに躊躇してしまう場合は、最初にこちらの背景を伝えると効果的です。事前に御社の業界にはこういう課題があることを勉強してきています。
これから開発するサービスは本当に良いものにしていきたいと思っていますし、これからも良好な関係を作っていきたいと思っています。このように自分の背景をあらかじめ伝えることで、相手も背景を話してくれやすい雰囲気を作ることができます。ぜひ皆さんも試してみてください。それでは最後に復習です。令和元年問い45、会計システムの開発を受託した会社が顧客と打ち合わせを行って、必要な決算書の種類や会計データの確定から決算書類の出力までの処理時間の目標値を明確にした。この作業を実施するのに適切な工程はどれか。正解は E、 システム要件定義です。次の問題、令和4年問い47、ソフトウェア保守に関する記述として適切なものはどれか。正解は U、 本番環境の運用中のシステムに対して法律改正に伴うソフトウェア修正もソフトウェア保守に含まれる。こちらが適切な記述です。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強するお友達に動画をシェアしていただけるととても嬉しいです。最後にお知らせです。マサルの勉強部屋が運営するオンラインコミュニティでは、一緒に勉強する仲間を募集しています。チャンネルメンバーシップに登録すると Discord で行われるオンラインコミュニティに参加できるようになります。詳細は概要欄をご覧ください。オンラインコミュニティでは勉強だけではなく、横のつながりが作れるような様々なイベントを用意して、皆さんが楽しく成長できる機会を提供しています。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。